分子コーラム感想速報。最新745話決着の時感想速報。皆さんこんにちは、グージナコーランです。今回は最新745話決着の時感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので単行本派の方はご注意くださいね。フテイ、バフージラ、若手長将が救援に駆けつけ、李牧をめぐる戦況が膠着するかに思われましたが、そこに歓喜が、長軍の一瞬の隙を突く形で、李牧への直接攻撃を仕掛けました。この彼にある奇襲は、果たして戦況にどのような影響をもたらすのでしょうか？考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。 1. 一瞬の油断。前回李牧の危機に駆けつけた若き長将たちは奇襲をかけてきた歓喜軍の戦力を分析し、頭脳、臨力、国王の3将が目下の脅威となるであろうことを看破した上で、彼らを抑えることに全力を尽くす構えを見せました。このバフージラの動きは一見李牧を守る上で最適な行動だったかのように思えますが、視点を変えると、彼らの見立ては、歓喜自らが主角役を務めるはずがないという油断があったことを示しています。その油断を歓喜に疲れた結果、彼らはローマークだった歓喜の動きに対応できず、奇襲を許してしまったわけですね。とはいえ、これまでの戦を思い返すと、歓喜が戦場で剣を抜いたことが数回しかなく、その上、彼が剣技を披露した場面は、いずれも乱戦中のことでしたから、長軍は、歓喜自身が高い武力を持つ将であると認識していなかった可能性がありそうです。そう考えると、長軍が歓喜の李牧襲撃を許したのはバフージラの失態というよりも、勝負どころまで己の武力を隠し通した歓喜の作戦勝ちと言えそうですね。 2. 襲撃の行方。自軍の意識の隙を突かれ歓喜に接近を許してしまった李牧、そんな彼を守るためそばにいた護衛兵がどっさに歓喜を迎え撃とうとしますが、その気概も虚しく、歓喜兵が投擲した槍に顔を貫かれて命を落としてしまいます。そして邪魔者がいなくなった頃合いで、馬上の歓喜が李牧を撃とうと剣を構え、対する李牧も彼を迎え撃つべく渾身の力で剣を振りかぶりますが、この壮大将同士の衝突は李牧が歓喜に剣を折られるという歓喜優勢の結果に終わりました。公式設定上、歓喜の方は李牧よりも武力値が高いことを差し引いても、歓喜の一撃は、疾走する馬の勢いと、砲手から武器を振り下ろすことにある衝撃で、相当な威力になっていたと考えられます。対して李牧は、立ち止まった状態で、己の腕力だけを頼みに、低い位置から歓喜にカウンターを放っているため、彼が歓喜に押し負けたのは、自明の理であったと言えそうですね。3. 春水樹の判断。その頃、学科軍の持ち場では、相変わらずマーテンらが、必死に春水樹軍を足止めしていましたが、突如、琥珀湖を率いる騎兵隊が、彼らが戦う戦場に出現します。これが普通の戦であれば、苦戦中の春水樹は、琥珀湖軍に共闘を求めたでしょうが、彼は李牧の危機を前に、自軍が捨て駒として、学科軍の足止めを全て引き受けることを決断し、代わりに迎え、李牧救出に向かう琥珀湖軍の進路を確保するよう指示を出しました。春水樹の進歩ぶりを踏まえると、本当なら自身が直接李牧を助けに行きたかったでしょうに。その気持ちを抑えて琥珀湖に李牧の救援を託したのだと考えると、いかに彼が琥珀湖のことを信頼しているのかが伺えますよね。初予選での衝突以降、彼らはどのようにして絆を深めていたのでしょうか。 4. 先との合流。一方、敵を足止めするために、学将軍との戦闘を開始した飛信隊ですが、案の定、体内で最弱の部隊と目される美兵隊が、真っ先に窮地に陥っていました。このままでは、美兵隊の持ち場から飛信隊の陣形が崩されてしまう、と思いきや、なんとそこに、先一家が救援に現れ、揃いの戦釜を振るい、長兵を倒してくれました。前回、李信が亡き隊に窮地に陥っている先一家の救出を命じていましたが、どうやら亡きは無事に任務を完遂して彼らを助け出せたようですね。ただし、先一家は学将軍との戦闘を経て、
すでに限界近くまで疲弊しているらしく、飛信隊と合流したとはいえ、彼らを戦力として期待できるかは怪しく思えます。ここで李信は、どうして彼らが飛信隊の持ち場にいたのかを問いただしますが、章の答えを遮るように、歓喜軍の持ち場から大きな歓声が轟いてきました。歓声の発生源までは距離があるため、飛信隊には歓喜軍の戦況を知る術がないものの、どちらかの軍が歓声を上げる事態である、ということを考えると、歓喜軍が勝つにせよ負けるにせよ、間もなく決着を迎えるのは間違いありません。不安が入り混じった表情を浮かべながら声の方角を眺める、飛信隊の隊員たち。果たして、歓喜軍による奇襲策は、成功に終わるのでしょうか。折れない石。一騎打ちで歓喜に押し負けた李牧は、頭から盛大に血を吹き出し、その場に倒れ込みそうになりますが、倒れる寸前に強く片足を踏み出し、どうにかその場に踏みとどまりました。そして彼は、折れと剣を歓喜に突き出し、無言で抵抗の意を示します。戦に敗れて散々な有様となることを例えた、刀折れ、や、尽きる、という言葉がありますが、歓喜に切られても膝をつくことなく、折れた剣を彼に向けた李牧の行動は、いくらやられても秦軍には屈しないという、趙軍総大将としての自らの姿勢を、身をもって示したかのように思えますよね。兵を鼓舞する際、言葉を用いた劇で、部下の心を震わせようとする将軍が多い中、一言も発することなく、背中で己の信念を語り、兵の戦意を高ぶらせるなんて、李牧は、趙の五国の英雄と呼ぶにふさわしい、傑物だと言えますよね。そして、乱戦の再開から間を置かず、李牧は、李玉と戦うはずだった不貞の名を叫び、歓喜への攻撃を命じました。一見、唐突にも思えるタイミングで発せられた李牧の指令は、一体、どのような意図で発せられたものなのでしょうか。こちらについては、次回の動画で掘り下げて考察していきますね。6. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、琥珀光の復讐の行方です。今回、春水樹は学科軍の相手を引き受けて、琥珀光軍を李牧救援に向かわせましたが、これにより琥珀光は、歓喜に接近して亡き主の仇討ちを果たす、絶好の機会を得たことになります。歓喜と李牧がしのぎを削っている戦場では、両軍の力が拮抗している以上、琥珀光軍が彼らの元へ到着することで、一気に流れが傾く可能性が高いですが、やはり、歓喜に人一倍強い憎しみを抱く琥珀光が、この戦を決する存在になるのでしょうか。彼の復讐の行方については、また改めて、別の動画で考察したいと思います。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。